ジップシー・ローズリー1937年頃、ジップシー・ローズリーはアメリカ合衆国のストリッパーである。アメリカンバーレスクにおける伝説的なスターの一人である。彼女はまた女優、作家でもあり、その1957年の回想録、ジップシー・エイムシカル・フェイブルはミュージカル化及び映画化された。ジップシー・ローズリーはエレン・ジューン・ホービックとして1911年、 ワシントン州シアトルに生まれた。妹が生まれた時にエレンという名前が妹に与えられ、ローズ・ルイーズに変えられた。母親は後に娘たち二人の年齢を三歳若く偽った。彼女は最初はミドルネームのルイーズで知られた。母ローザ・ホービックはノルウェー系アメリカ人、ジョン・オラフ・ホービックと結婚した時、女子修道院附属学校を卒業したばかりで重大であった。 結婚当時、ジョン・オラフ・ホービックは、シアトル・タイムズの新聞広告の営業員で、記者であった。ルイーズの妹エレン・エヴァンジェリンはとしての方がより、知られる、1913年に生まれた。両親が離婚した後、少女たちはボードビルに出演して、一家を支え、そこでは、ジューンの才能が輝く一方で、ルイーズはバックでジューンを支える役割に留まった。 1928年12月、15歳でジューンは一座のダンサーのボビーリードと駆け落ちしたが、母のローズはこれが不満であった。ルイーズの歌とダンスの才能は、ジューンのいない一座を支えるには不十分であったが、ルイーズにバーレスクの才能があり、これで十分な収入を得ることができると分かった。最初のうち、ルイーズはガウンの肩紐を落としたとき、 身体を覆い隠そうとしたにもかかわらずドレスを足元に落としてしまったという。観客の反応が良かったため、ルイーズはこうした機軸をパフォーマンスの中心にすることにした。ほとんどのバーレスクパフォーマーのギクシャクしたストリップスタイルと比較して、ルイーズのカジュアルなスタイルは新機軸と言えるものであった。ルイーズはストリップティーズのうちティーズを強調し、 鋭いユーモアのセンスもパフォーマンスに持ち込んだ。ストリップのスタイルのみならず基地でも有名であった。芸名をジップシー・ローズリーに変えた後、ミンスキー・ズ・バーレスクの最大のスターの一人として4年間出演した。しばしば、ミンスキー・ブラザーズのショーへの手入れで逮捕された。1937年と1938年に、ルイズ・ホーウックとして5本のハリウッド映画に出演した。 しかし、彼女の演技は総じて酷評されたため、彼女はニューヨークに戻り、そこで映画プロデューサーのマイク・トッドと関係を持ち、その1942年のミュージカルレビュー、スターガーターを共同制作し、これに出演した。ジプシーが高級なストリッパーであるという考えに基づき、HL 面ン,ンはアッコディジーアストという信号を作り出した。 ジプシーのストリップ中に口にする知的なおしゃべりは、リチャード・ロジャーズとロレンツ・ハートの夜の表の中の曲、ジップで茶化されている。ジプシーが知的なおしゃべりを含んだ出し物の小役版を演じているところは、1943年の映画、ステージドア・キャンティーンで見ることができる。1941年に、ジプシー・ローズリーはミステリー・スリラー。 ジーストリング殺人事件を書いたが、これは1943年に、バーバラ・スタンウィック主演で、レディ・オブ・バーレスクとして映画化された。これは実際は、ゴーストライターのクレイ・グライスによって書かれたと断言する人々もいる一方で、原稿とリー自身の手紙類により、ジップシーが、ライスや友人弟子である編集者、ジョージ・デイビスその他の指導のもとに、 小説の大部分を書いたことを証明するできると考えている者も,もいる。リーの殺人事件ミステリー第2作、マザー・ファインズ・エボディは1942年に発行された。ジップシー・ローズリー1956年、ミンスキーのところで働く間、ジップシー・ローズリーはコメディアンのラグズ・ラグランドからエディ・ブランズに至る様々な人物らと関係を持った。 1937年8月25日、ハリウッドで映画スタジオの強い勧めで彼女はアーノルド、ボブ・ミジーと結婚した。ジプシーはある時マイク・トッドに恋していたし、そして1942年に彼に嫉妬させようとして彼女はアレクサンダー・カークランドと結婚した。二人は1944年に離婚した。カークランドと結婚している間、 1944年12月11日に彼女は夫をプレミンジャーを父とする子を産んだ。その子は名前はエリック・リーと付けられ、エリック・カークランド、エリック・ド・ディエゴ、そしてエリック・プレミンジャーとして次々に知られている。ジップシーは1948年にジュリオ・ド・ディエゴと3回目の結婚をしたが、最後には離婚した。ジップシー・ローズリーと妹ジューン・ハボックは、 母から金の無心を受け続けたが、母はニューヨーク州ハイランドミルズの農場の他に、マンハッタンのウェストエンドアベニューの実質のアパートメントに女性のためのまかない付き下宿屋を開いていた。ローズはその下宿人のうち一人を撃ち殺したが、この女性はローズの恋人でジプシーの息子エリック・リー・プレミンジャーによる説明によれば、彼女はジプシーに言い寄っていた。 事件は自殺として処理され、ローズは刑事訴追されなかった。母ローズは1954年に結腸がんで死亡した。ジプシー・ローズリー1956年母の死後、姉妹はこれで訴訟される危険を犯さずに、彼女について自由に書くことができると感じた。ジプシーのジプシーという回想録は1957年に刊行され、ジュール・スタイン。 スティーブンソンドハイム、アーサー・ローレンツに、ミュージカル・ジプシー、エームシカル・フェイブルへの霊感を与える素材として、受け取られた。ジューン・ハボックは、作品での自分の描かれ方が気に入らなかったが、最後には、金銭が支払われて納得したという。劇とそれに続く映画の契約はジプシーに、一定の収入を確約した。姉妹は、疎遠になった。今度はジューンが、 自らの視点から、アーリー・ハボックとモア・ハボックを書いた。ジップシー・ローズリーは次に、朝のサンフランシスコの子 TV のテレビのトークショー、ジップシーを始めた。彼女は1969年に転移性の肺がんにかかったが、このため死ぬ前に、ジューンと和解しようとした。ロサンゼルスのジップシーの家の壁は、ジョアン・ミロ、マルクシャガール。 マックス・エルンツとおよびドロテア・タニングの絵で飾られたが、それらはいずれも伝えられるところによれば、画家自身による彼女への贈り物であった。パブロ・ピカソと同様に、彼女はスペイン内戦の人民戦線の支持者であったし、紛争中のスペインの児童の被害のため事前金を集めた。彼女はまた、アメリカ合衆国でチャイニーズ・クレステッドドッグを繁殖させるために、重刀される。 最初の権者の一つを創設したが、これは彼女の死後、ミセスアイダギアレット及びデボラウッドに売却された。ジップシー・ローズリーは1970年、肺がんでロサンゼルスで死去した。彼女はカリフォルニア州イングルートのイングルートパーク墓地に埋葬された。ありがとうございます。